あ、いいじゃん。いいじゃないですか。じゃあさささささす。はい、どうもどうもこんにちは。どうもどうも。はい、だよちゃんもういるよって。いるよ。今日はあの昨日一昨日がですね、ゴーツアー本園のね、もう2日間ということで、はい、もうそちらを終わった翌日にですね、ちょっとあの別のどうしても月曜日の日中に撮らなきゃいけない撮影があったので、2人とももう足パンパンですが撮影してましたということで、ね、ちょっとお疲れ様でした。お疲れ様でした。でその休憩です。今もう終わった後のいや、やっとねこの3日間の仕事を終え、そう、まあね、昨日はなんかもう打ち上げしてたんだけど、実はいや、そうですね、実は打ち上げたけど、でもな、本当の意味でのこれが打ち上がった感じですね。はい、はい、なんかちょっと可愛いピ、なんかブルーレモネード、可愛くない？これ多いっすね。多いでしょ、たっぷりで。こんな寒い中で飲んだらチャポンチャポンになっちゃいますけどねさっきまでちょっと温めだったのにね。そう、なんかここ寒いな、うん、ここ寒いんですよ。ちょっと可愛い、飲んできます。うん、ダメダメ、ブルーレモネードですか。うまい、うん、ブルーレモネードでございます。だよちゃんのえげつないの頼んで、何それ。なんか、はいはい、なんかね、いろいろ出店が出てるんですよね。そう、この辺ね、いっぱいあるんですよ。3つぐらい出てたんで、そのうちの1個、なんかこれ何ですか、韓国風チキンサンド。あ、いいね、そうだ、韓国チキンサンドでございます。はい、それです。いまいち分かんないかもしれない。あ、いいね、いい感じ。あ、こういううまそう、これ、サムネあのさ、もうあの本当こういう雑に撮ってる時に本当に毎回思うんですけど、だよ、はい、ちゃん、あの、はい、カメラの外なんですね。僕しか映ってないんですけど、めっちゃ顔とかポーズ作ってるんですよ俺以外の人誰にも気づかないんだけど、今も俺がこのしたタイミングだからもみたいなやってくれてるんだけど一部一切伝わんないのに、そういうのやるからさ、ほんと映したくなるんですよ、そういうの。あのね、私あれなんですよ、あの電話に向かってお辞儀するタイプなんで。あー、だからもう合わせてっちゃうんだよな、動きもね、無意識無意識。すごい、もうぜひ、本当はぜひ見ていただきたいんです毎回皆さんに、お会いしましょう上野で。そう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 、あったら分かるから、どんな感じの人かね。僕もちょっとね、まあ僕はもうそんなにあれですよ、まあワッフルですね。逆っすねこれね、頼むもんね。そうね、そうね僕はワッフル、チョコワッフル、チョコワッフル、チョコワッフル、ピンク、あのブルーレモネード、レッドホットチキンサンド、サンドですね。もう全然お互いお腹空いたんだもん。まあしょうがないね、食べてないんだもんね。食べてない、ちゃん食べてないらしいから、子供たちは甘い食べながら。いやちょっと軽くさ振り返りましょうよ、ここ。そうですね、反省会しましょう。ほうほうほう、うん、うめぇ、うん、甘くてうまい、うん、うん。いやでも2日間どうでしたかね。まあでも割と欲しい色違い取れたし。いや、ほんですね、うん、なんかなんか前情報よりはいっぱい入れたのかなっていう個人的な感想。そうそう、なんかなんか後からさ、ラスベガスのチケット買ってる人は色違い確率上がるよみたいなやつ聞いてて、あ、結構じゃあ差できるのかなとか思ってたんですよ。でも、まあ、1日目はさ、あれだったんですよ、だよちゃん途中でなんかその撮影抜けて、うん、編集のための下準備みたいなやつやってもらったんで、参加してた時間はあんまないです。4時間ぐらいだよね、うん、だからまあ初日はしょうがないけど、2日目とか結構ちゃんと色違い出てたし、うん、そうですね、なんかすげえ差があったわけではないじゃん2日目。いや、そうですね、差は感じなかったかな、とか思った。だからまあ色違い確率アップはあったのかもしれないけど、なんかあ、まあまあみたいな、まあみんなが例えば普段よりも多い、なんか普段の2倍3倍だとしたら、それにまあかける 1.5 ぐらい、うん、なのかなみたいな数だったかな。まあ一番はでもやっぱ卵の負荷じゃないですか。あ、そうだ、距離が多分でかかった、倍以上は多分割ってる数は違うと思います。全然、いや、もっとでしょ、4分の1とかになってるから。そうかそうか、めちゃくちゃ割ったんですよ、うん、もう正直ね、動画の素材的にパンパンだから全部使われてないと思うんですよ。いや、そうですね、もう省略省略みたいな、出なかったやつは省略されてるんで。だから今回アメリカと日本でその動画
上がってますけど、皆さんが見ているよりは全然上ってるんですよ。うん、どれくらいだったの？でも自分でも数えてないからさ。いやちょっと数えきれないですよね、うん、だからやる前にね、あの見てればよかったけど、うんうんうん、割ってる数ね、記録取っとけばよかったけど、しゃあないだからゴーツアー本園はでもあれだったな、まあ体力的にクタクタになるまで、うん、逆に飽きずにやれたかな。いや確かにそれはもうあっという間でしたね。そうそうそう、毎回毎回この1時間よし頑張るぞって、ね、うん、こう区切りで、逆にじゃあここはもう色違い取れたから、ちょっとこういう風に別の立ち回りしようとか、原始回帰やろうみたいな、なんかね、初日とかは卵割り、タスク、レイド全部やんなきゃいけないから、うわー時間足りねえと思ってて、で終盤ももちろん足りないんだけど、埋まってくるとちょっとゆとりが出てくるんで、立ち回りの逆算ができるというか、確かに、うん、まあ、隠れ音は多少無視してもいいだろうとか、もう、抜け人はもういいとかありましたね。そういうのはあったから、だからそれがなんか、だから2日目の午後ぐらいから立ち回りにこう計算が出せるようになったかな。確かに、うん、いや隠れ音に出るとは思わなかったな。それはね多分相当すごいっすよ、うん、あれあんまその湧いてるけどさ、うん、とはいえだよね、今回の何種いろいろあったけど、数まあいるとはいえじゃん、うん、いるとはいえ卵みたいにさ、やっぱその回数そんな稼げないし、結構だからまあ一匹はもう自分用の確保で、まあ欲しかったな。ああ本当ですか？欲しかったですね。いやでももうあれはもう最強のカードとして持っとくべきですよ。まあ確かにな。これからがだってもう見てないもん。今日はもう隠れを見ないじゃん。もう見てないよ俺。全然ポケストップは見てないからいないだろうな。こういうさ限定イベントの時に取り逃したら、あとはもうゲーム終了まで多分持ってないんだろうなみたいな、いやいるからね。ジーランス、いやそうっすね、ジーランスまさかもうないのか、可能性はもうだって生を割り切っちゃいましたもんね。そう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 、もう昨日の動画で全部割り切ってしまったんでねいや意外とね、私もまだあと6個ぐらい割れてないのあるし、多分みんな意外と持ってるかもしれないですけど、月曜はまだそうかもしれないですね。可能性をねかけてますね頼むって言いながらね、なんでもいいっつって、うん、こうキランのエフェクトがね、ねえ、うん、見たいな、うん、いや見たいな。まあアメタマとかゴクリンとかその辺はね、なんかスポライなり今後もイベントでブーストありそうだから、まあ、そういう時にみんな期待しましょうよ、うんうん、そうですね、そこはもう割り切って、うん、そうで、ね、全然良さそうですね。だからほんと限定系、あと非常にレアなやつら、ポワルンももう無理だろうなちょっとポワルンデイがやってくれればいい全種ポワルン湧きですみたいな。あ、いいな、1時間ごとにポワルンが全部変わってって、なんか天気の日みたいな、なんですかねいいね、なんすかウェザーイベントみたいなやつを、ウェザーイベントみたいなので、あ、いいじゃんちょっとないやさん、お願いします。考えてたらすいません、先出して、すいませんなんかちょっと俺らのやつをパクったみたいな空気になっちゃったら、はい、ごめんなさい、すいませんその場合はなんかごめんなさい、考えてなかったらパクってもいいです、いいです、どうぞどうぞどうぞ、はい、ぜひぜひ使ってください、はい、夏ぐらいに来てたらマジでパクってた可能性ある直近だったらさすがに俺らがちょっとあれだったなって予想しすぎちゃったなって、そうそうそう予言しちゃったって感じだったけど、もうね、うん、夏とかに来たらまあみんな僕らの手柄ということですよろしくお願いします。なんかめっちゃ思ったのは、なんか2日目の午後にやっとタスクからの色違いって高くねっていうことに気づいたじゃないですか。そう気づいた。それまで全然なんかタスクパイパイパイみたいな、いいってそんなってたけど、うん、意外とピカチュウだけみたいな感じでしたけど、そう結果タスクゲーだったなっていうのは思いました。そうだよね。だから今回さ、ゴーストの色違いは何体か取ったよっていう人結構いると思うんだよね。いやもう本当に、まあ、やってればだけど、もちろんタスクをやってればですよ。やってたら本当に数稼げてたと思います。そう、俺もだって2日間で、あ、アメリカも入れたらかなりゴーストで取って、だってヨマワルも影坊主も 2,3 匹ずつ。そうですよ、1とかじゃないっすよね。全然違う。そう、もう、うん、マジ6、7、7匹ぐらいはいってんじゃないかな、うん、取れてると思うんで、まあとりあえず楽しかったですよそうですね、楽しかった、まあ結果ね、楽しかったですね。そうだし、またまああれだね、やっぱ人とワイワイやるのが一番楽しいわ。いやー、ほんと視聴者さんもね、たくさん、おー、山田さんみたいな、そう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 すごい、上野公園でやるとね
あのなんかなんか YouTuber と視聴者っていうよりも、ね、知り合いのノリになんかなってる方がですね第3割ぐらいそんな感じだったんで、いや会社の同僚とランチ行く時に会ったぐらいのね、そうそうそう感じで、おー来てたんだみたいな感じのノリなんでね、だこっちもすごいそれも気楽でめちゃくちゃいいんですけど、だからね過ごしやすい、いいポケ活をできましたもんね、ありがとうございましたと、ね、楽しかったです、本当に楽しくやらせていただきました。まただよちゃんともね、ね、でかいイベントはぜひぜひやりたいですし、またなんかのね動画でちょっとそうじゃないやつでもね、次でかいイベントいつか分かんないから、確かに、うん、まあ夏ですもんね、夏、そうですね、まあ、夏前にもなんかちょっと撮りましょう、またな、いいですね、どっか行きましょう、どっか行きましょう、何がいいかな、何がいいかな、何が撮りたいですか、どこで、どこで何が撮りたいか、どこで何が撮りたいですか、ダイオさんは、いやどこで何が撮りたいか、桜、あ、春か、春だね、絶景春、桜の絶景京都とか行きますか、じゃあね、桜、桜の時期に京都行って何か撮りますか、はんなりしちゃう、はんなりしちゃう、もうねあれ気がついたらゲーム開いてなかったぞってなっちゃう、そっち危ないこれはもうだもうモンスターボールプラスでしかもうやってないぞみたいな感じになっちゃうからもうでも京都って実は行ったことないんですよ僕、あ、そうなんですか、そう、多分一回も行ったことないかな、記憶にないんで、じゃあ、ぜひ行きましょうよ、そうそう、関西は、ね、行かないか、いや、今年は行きたい、いいですね、ちょっと京都ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン考えておきます、なんか行ってほしいとこあったら、あ、そう、待ってください、よかったらね、はい、ということで、じゃあちょっとゆるゆるの動画でございました、ゆるゆるの動画ですけど、本当お疲れ様でした、本当お疲れ様でした、本当にね、またじゃあもう、大ちゃんもね、帰ります、静岡にお疲れ様でした、本当にね、帰り、お玉に乗って、お帰りください、帰ります、ありがとうございました、皆さん、お騒がせしました、お騒がせしました、お騒がせはしてないですね普通に撮っただけですけどではお疲れ様でした、バイバーイ、皆さんもお疲れさんです。